いらっしゃいませ。桜色プロジェクト所属、元銀行員 VTuber の桐崎つくもでございます。よろしくお願いいたします。今日は銀行ならではのルールやエピソードなどいくつか紹介したいと思います。1、ロビーならではの隠語がある。皆さん、強盗ってどっからやってくると思います？ドラマなどでおなじみの一般来店の窓口がほとんどなんです。ですので、店舗窓口には行員同士しかわからない隠語があるんですね。実際使われている言葉っていうのはここで紹介できないんですが、例えばバックヤード入りますと言ったら強盗が来たぞという合図だったりするんですね。強盗以外にも怪しい人や要注意人物など来た場合、それぞれに隠語があったりします。何気ない会話の中にヒントが隠されてるんですね。2、半沢直樹的なことは結構ある。ドラマなので、まあすごい過剰な演出あったりしたんですが、手柄を取られるということは私も何度も経験しています。それに反発して人事異動になったっていうケースもですね、私は見たことがあります。3、転勤可能かどうかで給与体系が変わる。まあ、全国に支店がある銀行などでは、地方に転勤できるか、それとも都心のまんま、私は今住んでるところから動きたくないですというどちらかを選択できるんですね。で、転勤できる場合は A コース、転勤できない場合は B コースというふうに分かれていて、以降は給与の伸び方、あとは出世のコース自体も分かれていくんです。4、住宅ローンの意外な審査。住宅ローンの担当も私は結構長いことやっていたんですが、審査で否決になってしまう場合のほとんどがお客さんの条件だったりします。お客さんの条件とは、年収が足りないとか、他に借り入れがあるとかですね、そういったケースでダメになるっていうパターンがほとんどなんですが、稀にあまり知られてないこの条件でダメになってるケースもあります。それは不動産屋でダメになるケース。金融機関によってこれは変わってくるんですけれども、この不動産屋さんから申請された住宅ローンはほぼ否決になる、そういった感じのケースですね。住宅ローンについてはまた別の専門動画を作っていこうと思いますので、今後とも楽しみにしていてください。はい、それでは今回はさらっと4つご紹介させていただきました。今後もいろんな情報をですね、皆さんにお届けできればと思いますので、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは桐崎つくもでした。